どうもこんにちは、プレッシャーの木島です。本日は無口なイケメン対コミュ力のあるブサメンというテーマでお話ししていこうと思うんですが、たまにね、勘違いしている人がいるんですが、恋活と婚活っていうのは根本的に違うっていうことをまず知っていただきたいんですよね。で、恋活をしているのに、婚活の本とか、婚活のアドバイス動画を見て、恋活をしてしまう人がいるんですが、そうなると進め方が遅いからダメになってしまうケースもあれば、反対に、婚活をしている男性が恋活のアドバイス 質問とかか読んでですすねこの通りりに婚活を進めてててししまままって女性から嫌われてしまうケースもありますそのため、恋活と婚活ではやり方とか進め方、さらには利用する媒体も全然違うっていうことをまず知っておいていただきたいです。で、これを理解していただいた上で、今日は、婚活の中でモテる男性はどちらかというテーマになります。皆さん、どちらだと思いますでしょうかあんまりね、もったいぶってもいけないので、まあ、先に結論からお伝えすると、モテるるののは好魅力のある性面男性に なります。ちょっとね、そのブサメンっていう言い方もあまり良くないかなと思うんですけど、ちょっとインパクト重視でこういった言い方をさせてもらってます。でね、今からお話しするのは、なぜ、じゃあ無口なイケメンよりか、コミ力のあるブサメン男性がモテるのかっていう理由をね、お話ししていくんですが、じゃあね、コミ力がなくてイケメンでもない自分はどうしたらいいのかっていう,ふうに疑問を持つ方もいると思うので、終盤はね、そういったお話もして、そんな男性が婚活をして結婚するためにはっていうこともね、最後お話ししていこう と思といますすのでで、まあ、ね最後ままま見てもららえたらと思います、ま、ず、コミュ力のあるブサメンの方がモテる理由はですね、明確で婚活をしている女性って恋愛がしたいわけじゃなくって結婚がしたいんですよね。結婚を目的に活動しているので、顔だけで結婚相手なんか選ばないですよね。これは男性も同じだと思うんですが、ただただ年下で美人だからこの女性と結婚したいって思わないですよね。まあ、導入部分としては若くて綺麗だから会ってみたいっていう風に なるかもしれないんですが最終的にこの人と結婚したいって思う決めてってそこじゃないと思うんですよで、女性もそれは同じで導入部分でイケメンの方が有利にはなるんだけど最終的に結婚を決める決めてってもう外見じゃないんですよね中身なんですよだから婚活では無口なイケメンよりかはコミュニケーション能力の高いイケメンではない男性が結婚に至りやすいということなんですよねでもやっぱりね、イケメンではない分お見合い自体は本当に決まりにくいんですよ通常の男性はお見合いが好き に2件とか決まるんですけどそういったイケメンではない男性ですよね。写真においても少し一般的な男性よりかは劣るかなっていう方であれば1ヶ月に1件、多くて2件ですね。反対にイケメンの男性は1ヶ月に3件とか4件とか多ければ5件とか普通に決まるわけなんですよね。これぐらいイケメンと無サメでは最初にお見合いが決まる件数っていうのが運命の差がつくわけなんですよ。で、イケメンの男性ってじゃあお見合いたくさん決まるっていうことはいろんな女性 会えるるるんんんんだかから結婚婚ででできる確率高まるんじゃねってていいいうふうにに思うかもしれれななすすがこれはは活の場合においては逆なんですよ、ね、導入部分としては女性もイケメンだから会いたいっていうことで申し込みをたくさんしてくれてお見合いに至るんですけどお見合いをするとやはり顔はね写真のままでイケメンだったただ無口だから全然話が盛り上がらないんですよねそうすると会う前に女性が抱いてる期待値がここだったとして会った時には期待値がこの辺まで下がっちゃうんですよでそうするとこの期待値と 現実、まあ、リアルの部分で差が激しすぎると落胆ですよね。落ち込みが激しくなってしまうから、女性の気持ちとしては、この人とまたぜひ会いたいっていう気持ちにならないんですよ。反対にがっかりっていうふうに思ってしまって、お見合い後すぐその男性を断ってしまうケースが非常に多いです。だから実際にそういった無口でイケメンな男性っていうのは、お見合いが本当にたくさん決まるんですけど、お見合い後その次につながる女性って、例えば1ヶ月に6件お見合い決まったとしても、先に、 につながるのってて人人多くて2人ぐらいなんですよ。本当に先につながりにくいんですよね。反対に、イケメンじゃないけど、コミュ力の高い男性っていうのは逆なんですよね。プロフィール写真にそのまま外見が載るわけなので、お見合いがバンバン決まるわけではない。ただ、1ヶ月に1回でもお見合いが決まれば、そういった男性って女性と必ず次につなげられるんですよね。お見合いが決まれば女性から振られることってほとんどないです。9割方女性からまた会いたいですって言われるんですよね。でこれなぜかっていう とイケメンの時とは違って女性ってそこまで期待値を上げてないんですよ。まあ、なんとなくカウンセラーさんから勧められたから会おうかなとか反対に男性から申し込みが来てたまたまスケジュール空いてたから会おうかなっていう程度でお見合いが決まったとします。でそうすると期待値ってこんなに高くないんですよ。このぐらいですよね。ただ会って話してみるとなんかすごい楽しかったとめちゃくちゃ話しやすかったってなると最初の期待が低い分終わった時の満足度ってこの辺だったりするんですよね。でそうすると最初の期待値より高くなる この人とまた話したい。あっ 会っててみたいっていう感情になるんですよ。そのために女性からまた会いたいっていう風に思ってもらって先につながる。で、それが何回か繰り返せばお互い結婚を意識しますよね。で、結婚前提にお付き合いする。婚約して成婚大会っていう流れになります。もしね、これが恋活なんだったら違うんだと思うんですよ。イケメンがやっぱり眠くじでも思ってたりすると思うんですが、婚活をしている女性であれば、ただただ恋がしたいっていうよりかは、結婚をしたいっていうことが大前提なので、顔がいいだけで結婚は決めれないと。でそうして そうした時に外見はそんなにタイプじゃないかで一緒にいて楽しいとか落ち着くリラックスできるとかですねそういった感情が芽生えて大きくなるほど女性はこの人と結婚したいっていう風に思えてくるんですよねその結果私の相談所の会員さんのデータだけなので少ないんですけど無口なイケメンの男性よりかは圧倒的にコミュ力の高い会話ができるイケメンではない男性の方が結婚は高い確率で決まっておりますじゃあねそれは分かったとコミュ力高いのは確かに一度会ってしまい れば女性の心をつかむことができるんだろうなと分かったただ自分はそういったまあコミュニケーション能力がそんなにズバ抜けて高くもないしイケメンかって言われたら別にイケメンでもないとこういう自分はどうしたらいいのって疑問を持たれる方もいると思うので今からはですねそういった方でも婚活をして結婚できるんだよとそのためにはどうしたらいいかっていうお話をしていこうと思いますまずねイケメンじゃなくてコミュ力がないんであれば今のままでははっきり言って結婚はできないですよそのため結婚できるように 自分でで努力すするる必要があるんですよね今のままの自分を受け入れてもらいたいって思ってもやっぱりね、たくさんの男性がいるわけなのでその中で女性も一緒にいて楽しい人とか結婚して自分も楽しいような人と結婚したいって思うのでもしね、今の段階で自分はコミュ力ないしイケメンでもないっていうふうに思ってるんであればまずね、その意識を変えないといけないですよ変えれるところを変えていくしかないですよねまあ外見っていうのは意識すれば背が高くなるとかイケメンになるとかそういう話ではないので でまず難しいじゃないですか。じゃあどうしたらいいかっていうと、コミュニケーション能力を高めること。これが大切になります。でまず婚活でどういう風にしたらいいかっていうと、お見合いが決まったのであれば、その女性のプロフィールを全て暗記することです。暗記してください。女性の趣味は何女性の仕事は何女性の家族構成はこんな感じっていうことで、全て暗記していくんですよね。プレゼンでも準備9割、本番1割って言われるんですが、婚活でも全く同じなんですよ。本番がうまくいくかどうかなんて、準備がどれだけでき ているかかどうかなんで、すよねで反対にやっぱりたくさんお見合いが決まるイケメンとかであれば週末でも同じ日に2件とかお見合いが入っていると女性のプロフィールって全部は覚えられないんですよね中にはひどい人だと女性の名前間違えちゃったりとか女性の趣味とかを覚えていなくても女性にね何々さん趣味って何でしたっけって直で聞いてしまうぐらい失礼な男性がいたりするんですよで、そうするといくらねイケメンな男性であっても女性はこの人は私のプロフィール全然見てないじゃんっていう風にがっかり ししてしまうんでですよで。そうすると、真剣味が伝わってこないから、お断りされますよね。だから、そういったことを防ぐためにも、お見合いがね、1ヶ月に1件しか決まらないんだったら、もうその人に全力投球できるわけですよ。だから、その人のプロフィールを全暗記する。そして、女性の趣味だったり、休日の過ごし方とか書いてあるわけなので、それも暗記した上で、当日、女性にどんな質問をしていこうかっていうのを少なくとも5個ぐらいですね、ノートに書き出すと。で、書き出して終わりじゃダメですよ。書き出したら次は、 出して女性に質問する手で練習していくとここに女性がいるつもりで会話をしていくんですよねあなぎなぎさんの趣味って確かプロフィールにテニスって書いてありましたけどテニスってどんなきっかけがあって始められたんですかとかこのように慣れてない人って棒読みで言っちゃうので抑揚をつけたりとかただね最初はなかなか難しいと思うのでそれを噛まずにスラスラ出るように言うとそれがスラスラね考えなくても質問できるようになったんだったら次は鏡を見ながら自分がどんな表情で質問しているか チェックすする。るる。無表情だったたり怖いい顔顔をししてててね、ね、質問してたらよくないので、で口角上げて、ね、笑顔で喋れるように練習するこれをね、でできるまで何百回もやってください。こういうことをしないとなかなかね、自分に今まで根付いたものっていうのは取っ払うことができません。趣味だったりとか休日の過ごし方とか、ペットを飼っててね、毎日犬の散歩1時間しているとか、そのように書いてあったり、犬の話をしても喜ばれると思いますし、色々ね、質問の仕方とかバリエーションってあると思うんですけど、最初はね、オーソドックス なもののででいいいと思います。す趣味の話ですよね。旅行って書いてあるんだったら過去に行った国とか最近行った国そして未来ですねこれから行きたいと思っている場所はどことかそういう話を一つずつしていけば結構30分ぐらいは余裕で持つと思いますそういうことをね家でひたすら練習をするとでまあいざ本番になりますよねで本番になると、まあ、慣れてないから仕方ないと思うんですがいざねこう席に座りましたで女性が目の前に座りましたってなるとせっかく今まで練習してきたのに緊張し しすすぎてて頭真っっっ白になったいっいうこととがあると思いますでそういう時ってやっぱりあたふたしてしまうと女性も困っちゃうので正直にねそれを言うこと伝えることもね大切なんじゃないかなと思いますある意味ねまあいい意味で開き直って女性にあの実は僕なにさんと会って話すことが楽しみすぎて色々ね質問したいこと考えてきたんですけどなにさんを目の前にしたらもう緊張しまくってもう全部飛んじゃいましたっていう風に正直に伝えるとでそうすると女性もクスって笑ってくれますよね何めっちゃ 緊張しててるのっていいう,うに思いますで、さらには緊張してて頭真っ白になったけど、その事前準備として自分に質問したいことをいろいろ考えて,てくれたのかっていうふうに伝わりますよね。で、そうすると女性も嫌な気持ちにはならないんですよね。緊張してるんだったら私がリードして会話をつなげてあげようっていうふうに女性も優しい気持ちで受け取ってくれることができるので、もしそういうことになれば、素直にね、この状況を女性に伝えるっていうことも覚えておいていただきたいなと思います。まあ、変ににプライドを持っってね頭真っ白なのにまし 顔でなんかすっごいもう挙動不審になっていると女性はどうしたのかなこの人となんか突っ込んでいいのか悪いのかわかんないけどどうしたらいいんだろうっていうように戸惑ってしまうので緊張してるんだったら緊張してる頭が真っ白になったんだったら真っ白になっちゃいましたっていうふうに伝えると女性もふって笑ってくれてそこでね初めて緊張の糸が緩くなったりするのでそういうことをね素直に言える気持ちっていうのも婚活でを持ち合わせておいた方が有利になるかなと感じますもちろんねイケメンでさらにはコミュニケーション能力の高い人が最 最強だとは思うんですが、まあ、その両方を持ち合わせている男性って数は多くないと思います。そのためね、自分はもともとイケメンじゃなくて、すごくコンプレックスを持ってるんだっていうことであれば、それについて悩んだってしょうがないわけなんですよね。毎日ね、一生懸命それについて悩めば、1日ごとになんか目が一重だったのが二重になって、髪が薄かったのが生えてきてとかね、考えれば考えるほどイケメンに日々変わっていくんであれば、もう一生懸命考えていただきたいなと思うんですが、そんなことしても1ミリも何も変わらないんですよね。 それどこころか非常ににスストレスを抱えてしまうことになるのでもうこの外見は仕方ないと開き直った上でじゃあ自分が努力したらどこをどう変えれるんだろう変えれるところに目を向けて一生懸命改善していくそうすることによって自分の自信にもなりますしやればできるじゃんっていう風になってくるので徐々にね女性と違和感なくお話しすることができたりとかエスコートすることが可能になりますのでぜひあなたもね自分のここのコンプレックスがあるから婚活がうまくいかないっていう風にそれを言い訳にするんではなく でここがコンプレックスだけどこれでカバーできるぞっていうものをね持ち合わせていただければ婚活も楽しくそしていい結果を出すことができると思いますので是非楽しみながらね婚活をしていただければ私も嬉しいなと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。